嫁さんどうも、高橋です。今回の企画なんですけど、青5回でブラックバスは釣れるのか、やってきます。樋口さん、青5回で釣れると思う？釣れるやろ。何でも釣れるで。お前のこの顔はないわ、これ。自分見まねえ。青5回でブラックバスは釣れるのか。ちょっと樋口さんも頼むわ。ブラックバス釣ってくれ。あ、延べ竿でやるのか。延べ竿やろ。延べ竿で。浮き釣りはやっぱ延べ竿や。よし。青5回釣れるだろう。バス。一投目で釣れそう。うん、俺も。青5回は青虫動くからね。くね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 。くねくねしとるな今。多分魚が気づけばもう一撃でパクって。バスだったら人の身だ。気づくかどうかだ。来るかどうかだな。思った以上に反応ないな。ここシーバス、ブラックバス、ライギョ、ナマズ、ウグイ、フナっていっぱいな魚種がいるんだけど、ブラックバス来ねえかな。何にも当たらないんだけど、やっぱエビの方が食いがいいな。キュウさん、開始30分で、うん、全く一回も反応がないから、ちょっと今日ルアーの反射でないと食わんわ。反応ないね。なんでだろう。わかんない。だからエビだったら食うんかもしれんけど、青5回ってワームみたいなもんやん、匂い付きの、うん、全く当たらんっていうのは何かがある。やっぱり餌釣りなんて邪道よ。俺たちにはこれしかない。バス釣りはやっぱルアーで釣ってなんぼ。当たってない？当たった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 。え、マジ？ついに来たやん、時間が来たやん。あ、来た来た来た、ついに来たやん。来た来た、やった。やっぱ5回でも食えるやん。でも今のところルアーは全く反応ない。いやけど来たぞ。いやールアーも釣れないね。あれがどうよ、今日渋いね。渋い、超渋い。でもバーってなんかボイルみたいなのもあるけどな。なんかでかいのがバーンと跳ねたりしてるけどな。ナマズかバスおるけど食わんね。やべえだろ。何これ。いやだから、あのお前ずっと青貝で釣れんかったやん。ドリームひたすら投げとったんよ。たらゴツンと来て、ゴツゴツと来て、あのグググググって来いかと思ったけど、その後ヌメヌメしたからライギョなんやけど。何これ。この頭見て。何これ。おそらくそこに引っかかっとるかな。そうだから、おそらく、うううあごめん、70超えてるわ。軽く、すごいな。あのおそらく釣られて炎症を起こして、あのちょっとピンチ。ちょっとすぐ逃がすからね。ほら、ヌメヌメのライギョ、70センチ、68センチってとこかな。でかいよ。これがなんかよくわかんないね。おそらく釣られてガンみたいに悪性新生物みたいになって、そこに引っかかってる、ちょうどね、ルアーがね。ほらこんな感じ。これはなんだろうな、炎症を起こしてる状態ですね。逃がしてあげて。今ドブに逃げてさ、これ頭。逃がして。大丈夫か？はい。小バスがね、18センチぐらいのが2匹ばらしました。ということで、今、菊さんが、青5回1匹釣ったね。青5回でばらしたけど、それも切れちゃって。ということで、ルアーの方が釣れる。用釣り 3DS シャッドの方が、餌より釣れるということが実証されましたね。いやー、ちょっと今後ね、本当にあの GoPro 持ってくるわ。アイオン撮影だとね、ヒットシーンとかバラしたシーンが全然撮れてないから。ということで、またおさえ。いやー、肉はいいねー。あー、いっぱい飲んでくださいよ。ありがとう、ありがとう。ノンアルコールビールね、うん、車運転なので。今日、2人とも連れてよかった。そうだね。じゃあ僕、ウーロン茶で。乾杯。キャベツが待って、めちゃめちゃうまいね。このタレがうまいわ。タレうまいね。うまいね。ね、ホルモンがうまいんだよ。ホルモン食べて。牛ホルがね、たおいしいんだよ。うまい。うまいよこれ。もうジュジュ言っとる。もういいかな。うわ。上味のうまいよ。